イメラジオです今日は令和4年10月16日日曜日です。時刻は午前10時もありました。横浜幸福はここのとこずっと曇り。けれど、曇った日にしては街は明るい。そんな穏やかな日曜日となりました。リスナーの皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、こんな日曜日に田中一平先生、 日本史を語っていただくことになりました。今回は。長略の武将毛利元就。こんなタイトルでお話しいただきます。田中先生おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。これまで戦国の武将といえば。徳川家康とか豊臣秀吉。そしてその前の織田信長。はたまた真田幸村みたいな。そういう武将を取り上げたりしたんですが、今回は。 中国地方の省略の武将毛利元就、しかもあまり取り上げられることのない、そういう武将かなということで、ここは日本史の専門家、田中一平先生のお力を借りることになりました。先生、よろしくお願いします。はいいよろししくお願いします、はい、そして、この毛利元就、あるいは毛利家というお家なんですけど、秋の国衆というふうに言っていいんでしょうか。 そうですね、もともとはね、か、あの鎌倉時代は御家人ですね。あ、実は御家人だった。御家人です。はい、てか、まあ、あの、今年大河ドラマが鎌倉殿の十三人やってるんで、まあ、そこにつなげると。はい。大江の広元の子孫にあたります。あ、大江の広元の子孫が毛利。はい。初めて聞きました。えっと、うん、大江の広元の四男で、まあ、末光っていうのがいるんですけれど。うん、はい。 えー、これがですね、えーまあ、上京の乱で活躍して、うんえー、その功績で、秋の国の吉田の将っていう、うん、まあいわゆるその毛利元就の本拠として有名な吉田郡山城の吉田ですね、そこを地党に赴任されて、はい、あで、まあ、よくある話なんですけど、結局、その、まあ、移動するっていうことですよね。うん、うん であのドラマにも今年出てくる最後くる土地なんかもらってそれが何なんだよっていうそういう声が上がった時に米さえ取れればどこの土地でもいいんだみたいなそんなセリフがあったんですが、はいまあ、あのこの吉田に派遣された毛利ももともとは鎌倉の人でももう 土地ができたんあのその末光はですね、はい、大江の広元からですね、はい、えっと現在の神奈川県の厚木ですね、はい、そこに毛利の庄っていう荘園があるんです、うん、で、はい、ここを分割相続で、まあ、継承してるんで、はい、そのいわゆる毛利の庄のうん地名を名乗って、はい、まあ大江の末光だったのを毛利末光っていうふうに。あ はい、まあ名乗ったと、まあいうことですね。うん。じゃ毛利というあの名前は、あのあの直接は今の中国地方とは関係ないってことですね。関係ないですよ。うん、で、それを何で名乗るか、その例えば西に移って以降も、何で名乗るかっていうと、うんうん、結局自分はやっぱ鎌倉武士なんだと、あ<ー>要は。だから、うん、えと毛利末光の、えー、と子供に常光っていうのがいて、その常光の、はい。 子供4なんで時親っていうのがいるんですけど、はい、この時親が、まあ、秋の国の吉田の将、これを継承して、あ<ー>もうその時親の子孫でずっとこう継承していく感じになるんですけど、はい、自分はもともとその東国から来た鎌倉武士なんだということを、うん、なんていうんですかね、その周りに示すで、これは一つのやっぱ権威づけになるんですよ、<ー>鎌倉幕府とつながってるぞっていう、うん、でそのために、えー、毛利っていうのをあえて名乗るという。 ことなんですねすると今、話題に出た毛利時近って人は、そのお父さんが毛利常光、そのおじいさんが毛利末光。あ、えっと、常光のお父さんが末光かな。常光のお父さんが末光。はい。で、末光のお父さんが大江の広本ですね。時近のおじいさんが末光ですね、そうですね、そういうことですね。で、時近のひいおじいさんが大江の広本。そういうことです、そういうことです。 分かってきました。で、この毛利と吉川あたりからさっきのあのあの吉田郡山城のあの毛利の本拠地で、あの毛利っぽくなってくるってことなんですね。そう,いうことですね。そう,うですね。うん、はい。で、ちなみに<も>あの、うん、毛利と吉川ですね。実はあの、うん、結構その何ですか、鎌倉幕府の中での存在感っていうのはあって、うん、あ,あの錦花丹代はい、そこの えーと六原短大にも表情集っていうのがあるんですよ、うんうん、その六原短大の表情集の一人。あそうですか、はい、じゃあ、き今,今日にもたまに上がっていったりしたんでしょうね。そうですね、うん、はい。で、あの妻の父があ、妻の兄がですね、長崎演技っていう、はい、いわゆるその内関連の,あの長崎、えー、と高助ですね。長崎演技がこの毛利時はの。高綱かはい えっと、モーリー・トキチカの妻。えっと、妻の兄です。あ、妻の兄が、あの、長崎・演ンさん。演技、長崎高・たかツネですね、内関連の。はい。あので、その息子さんが高カでしたよね。そう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 。あの、あのなんでしたっけ。あの、太平記で、あの、めっちゃ悪役だった人です、うん。あの、フランキー・サカイの、あの、長崎・演ンさんが、トキチカの妻のモリさん。 いやだからさっきから僕も,も、うこの毛利時近さんの代になると、鎌倉も終わりかけじゃないのかと思ったんですけど、あの終わりかけですその世代があのあの大体そんな感じになってきてるので、と、はいうことはやっぱりそういうことなんですね、そうなんですよ分かってきました、長崎演技の、えー、と妹を毛利時近さんはもらってる、鎌倉とのつながりがやっぱりあるわけですね、はいあの、この吉田コリアバージョンにいたとしても。はい なのであの毛利あの鎌倉幕府が滅びるときに、今の時一華なんですけど、後 <laughs> 醍醐天皇に味方しなかったんで、はあの少量募集されてますあここで少量募集。まあ、鎌倉幕府型だと思われたんですよねあ。要するに砂漠派だと思われたと。じゃあ、そこで毛利の,この途絶えてもよさそうなものなんだけど、それでもしぶとく生き残ったんでしょうか。そうですね、しぶとく生き残ってますね。うん、はい で結局、まあその秋の吉田の章ですよね、ここを何て言うでしょう、はい、その地頭、鎌倉時代の地頭って、南北朝時代以降で黒人って言うんですよ、国の人って書いて黒人。だから基本的に毛利は黒人です、ね、あそうですか。秋の国の黒人。で、国戦国時代に入ると、うん、その黒人の中で、まあ、戦国大名になるやつも出てくるんですよ。うん 例えば黒人で戦国大名になったの代表的な例が徳川とかあ,<ー>あと長曽我部あとはそうだなあまあそんなもんか、うんまあ、でその戦国大名にはなれないけども、はい、その戦何ていうんですかねその黒人としてある一定の領域を持っていて、はい 一応自力でその領土を支配してますけどその戦国大名と戦国大名に挟まれててまあな何ですかそのでかい戦国大名同士が戦争になるとどっちかに味方しなきゃいけないみたいなけどそのどっちに味方するかは自分で判断しますっていうのがいわゆる先生がおっしゃった国衆ってことはさっき名前出た徳川長宗我部も特に徳川なんか国衆だっ パッと言ってもいいんでしょうか三河の松,もう松平の号っていうところを支配してた国衆ですね。まあだから織田と今川に挟まれて右往左往してっていうのがやっぱ現実ですよね。まあその桶狭間の戦い以降を、ね、完全に自立して、まあ、戦国大名化した。だから毛利も、まあ、今日これからお話ししますけど、尼子と大内ですよね。これの間でもう右往左往するうん国衆だったのが。 最終的には中国地方を支配する大戦国大名に発展していったっていう、まあ、そういう理解でいいと思うじゃあ,あの、武田信玄の時に出てくるあの諏訪頼重なんかも、そんな感じでしょうか、はい、そうですね、まあ、諏訪頼重なんかもまあそういう感じですかね、はい、村上義清とか。いや、村上義清になると、はい、もうあれは戦国大名に近いですね。あもうでっかくなっちゃってる。うん <laughs> 強いと思います、十分で。 なるほどはい、さて、えーとそので、鎌倉から南北朝にかけての頃では、この時近以降の毛利家いうのは、どういうあの、なんていうか、推移だったんでしょうか、もう子孫つなぐのが精一杯みたいな感じだったんでしょうか。そうですね、まあで、あとはその、基本的にどっちかっていうと、南朝寄り。あ南朝寄りですかどっちかっていうと。 んで、貧乏くじばっかり引いてるじゃないですか。で、一方、毛利元春っていうのがいるんですけど、これ、吉川元春とは何の関係もないんですけど、さっき名前出した時いこれの孫の子供かな、確か。ひ孫にあたる。ひかで その元春っていうのが、これがど<っ>北朝寄りなんですよ。あ元春のところで北朝寄りになった。ところが、自分の父と祖父は南朝寄りなんです。で、えーとまあ、当然わかると思うんですけど、あの父と祖父はと当然南朝がやられていきますから、まあ、没落するってことになるじゃないですか。はい、で、えーと、元春は北朝型なんで、まあ、要は生き,生き残るっていうか、 で彼が、秋の国の吉田の将の支配を、まあ、なんですかね、引き継いでいくという。すると、なんか世代的にもこの毛利元春の頃になると、南北朝も終わってっていう、その頃になるんかなと思うんですけど、ちょうど南北朝時代ですね、1323年生まれなんで。1323年生まれですかあちょうど南北。はい、あってことは、時近が鎌倉の終わり頃であったとしても。 その時近から、えー、と2人くらいつな、えー、いだとして、うん、その辺があんまり長くはなかったってことでしょうね。でね、ここら辺がね、さすがにね、毛利もね、生没年がよく分かんなかったりするんです生没年が分かる。あそうです。要は、<laughs> うん、まあ、秋の国の黒人だからねっていう、うん、まあ、やっぱり生没年よく分かんないねっていう、うん、まあ、そういう事件ですあ。そうですか。じゃあ、この1323年、えっ、ー ってことはああのあの鎌倉の末ですか、ね、鎌倉の末っていうか、あの10年前ですよね、あの、はい、あと立ち上がる、大後醍醐天皇が立ち上がる、その時に毛利元春さんがお生まれになって、でちょうど南北朝を生きた、しかも北朝方でということですね、毛利元春が。 この毛利元春から、えー、南北朝、そして義満の頃に南北朝の統一という風になっていくと思うのですが、はい、このこ毛利っていうのはまだあまり存在感がないような気がします。はい、えーと。元春の子供の広房っていうのが、これ、早く亡くなってしまうんで、はい、まあ有名なのはこの光房ってやつなんですけど。あ三房はじゃあ、元春から見てどうなるんでしょうか。元春から見ると孫ですね。あ じゃあ、ヒが子供で早く亡くなられて、うん、毛利光房、はいうん、この人はいまあまあ、そこそこ、なんていうんですか、秋の国の黒人で一揆を結成するんですけど、うんはい、その一揆のまあ中心的な役割。で、この黒人で一揆ってなんやとかって、なんか常識的には思うかもしれませんが。はいはいはい、そうですね。えっ、ー、と、<laughs> 簡単に言うと、 南北朝の内乱とかの時って、自分の所領を自力で守るのが、やっぱなかなか難しいんですよね、うん、戦闘がずっと相次いで、その秋の国の小さな黒人が自分の所領を1人で守るっていうのは、なかなか難しいんで、どうするかっていうと、周辺の黒人たちと、まあ、なんていうんですかね、同盟みたいなのを結成して、こう地域の安全を守ろうっていう、で、えーと、中世は基本的に1期って言った場合は、その1期は集団を形成するっていうのが。 まあ、基本的なスタイルなんですね。だから、その。同盟のことを一揆って呼んだりするんです。以前、田中先生からご紹介いただいた、ござ、雄一さんという。はい、えっと、研究者の、あの、一揆の本の中でも。 後田さんが一揆とは当時、コミュニケーションだったんですとかっおっしゃってたのは、そういうことでしょだからあの近世、江戸時代になると一揆っていうと、なんか暴動のイメージがありますけど、なんかのぼ上り立てて、なんか貧しい百姓が、なんか数だけ頼んでっていう、そんなに。えぐ減らせみたいな感じのイメージ持ちますけど、うん、中世の場合は、<ん>一揆は結ぶものなんです。結ぶものだから同盟を結ぶわけじゃないですか。うん よく言われるのは、はい、その中世の一揆は結ぶもの、近世の一揆は起こすもの。ああ、はい、中世の一揆は結ぶもの、近世の一揆は起こすもの。その近世の起こす方ばっかり、なんとなくイメ,ージさイメージしちゃってるってことですね。そうです、そうです。我々がそういうふうに、その一揆って言ったら近世の一揆を思い浮かべて、年貢減らせとか、どうせ暴れるんだろうみたいなイメージ持ってますけど、うんはい、中世っていうのは基本的に、 いろんな階層の連中が一揆を結成して、まあ、自分の財産なり、自分の政治的立場なりを守ろうとしたという。で、先ほどの毛利、えっ、ー、と、光房でしたね。はい。この毛利光房が、その秋の辺りで一揆を結成する。はい。ということは、それなりにリーダー格になれていたということですね。そうですね。うん、はい。で、実はこの光房の、えー、子供これが、うん、広本。 あ、広ろなんかそれっぽい名前になってきました。はい。で、広本の子供が豊本かな。はい。で、この豊本がもう元成のおじいさんです。あ、豊本が今回の主人公、元成のおじいさんとですね。はい、ってことは、ちょうどこの広本この元がなんか毛利の通り字になるんかなとうす、ね、気するんですけどね。そうですね。 毛利氏にとっては、やっぱり元春ですね、先ほど名前を出した元春が北朝方に味方したことが、一、はい、つ大きな、やっぱりなんて言うんでしょう、要因だったっていうこともあるんで、そのあと、広房、そして光房と、えー、と房があの、元がつかないお方になっても、はい、その後っ、えー、と、広本の,<元>の後豊本という感じで。元広いですね。 はい、で元なりも元なりで元がつきますし、はい、元なりのお兄さんが、まあ、沖元ですからこれも元がつきます。はい、で、えー、元なりの子供が高本で、まあはい、照本っていう感じになるんで、まあ、一応その元っていうのが通じですね、はいうん、毛利家にとってはっていう感じにはなりますね。はいで,えー、っとでは先生次のパート2のところでいよいよ。 この毛利豊本まで話が及びましたからそこから毛利元就へとどんなふうにつながっていくのかそして毛利元就はどういう生まれだったのかその辺に話を持っていきましょう。